島津忠兼、ね、A68 年7月8日は、戦国時代の島津家一門。殺衆島津や四代当主、島津忠沖の三男。五代当主、島津寂久の弟。陽名は、金久氏、源三郎。日立之助、日立守る。野田領主。新号は、若宮大名神。紫小山近辺を支配していた渋谷氏。 東郷氏に勝利するなどの活躍をし、兄、実級から野田に領地を与えられ、新城を築き居城とする。永六八年3月24日、六代当主、島津義虎の命を受け、家臣の吉光久縛里らと共に、肥後国天草の長島へ出兵。道崎城主、天草へ自前守るを打ち破って、長島、獅子島の両党を攻め取り、薩摩国の領有とした。 一行三ヶ月にわたり、長島漁師として知性に当たったが、甘草へ智前守るの旧神羅の中に、ただ金を残祖する者があり、それを信じた吉虎によって、吉虎の居城、亀が城へ呼び出され、永禄八年七月八日、途上してきたところを暴殺された。夫人である玉井の方、娘の頼姫は悲惨の余りを追って自害したと、伝わる。その後、野田や長島で、 薬病や飢饉が大流行し、ただかねらのたたりではないかとの噂が立つ。領内の異変に驚いた吉虎は、ただかねの無実と自分の非を認め、ただかねの居城であった新城跡に若宮神社を混流し、霊を慰めたという。以来、薬病は収まったが、明日である旧暦7月8日に、長島町の道崎城跡で、毎年祭礼が行われている。墓所は、 野田町加盟にあった、極楽寺内にあったが、昭和37年11月にその敷地が、鹿児島県野田高等学校の一部となる際、野田町上名の永林寺席に移された。以下、鹿児島県立図書館像。ありがとうございます。